月のフレッシュマンは阿蘇警察署内の巻交番にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。野田達弘と申します。年齢が24歳で、現在は宮地に住んでおります。野田さんは警察官になられてもどれぐらいが経つんですか？今1年半でもうすぐ2年が経ちます。どうして警察官になろうと思ったんですか？職種は違いますが、父親が、公務員の自衛官として、人の役に立っている姿を自分も幼い頃から見ているので、自分も、その父親のようにその人の役に立ちたいというところから、警察官も、志望しました。今2年目ということで、実際内の巻交番阿蘇に勤務されてからはもうどれぐらいが経つんですか？阿蘇に勤務してからは、もう1年ちょっと経ちます。はい。ご出身は熊本じゃないとお伺いしましたが、阿蘇に来てみてどうですか、この土地というのは？一度観光で来たことはあるんですけど、その時はもう大観望だったりその観光名所しか回ることができなかったんで、いざこう阿蘇の土地に暮らすとなるとやはり自然が豊かという印象がありまして、あととにかく寒いなというところで、はい、ちょっと寒がりの自分にはちょっと厳しいんですけど、はい、もうその寒さには慣れてきています。はい。普段は内の巻交番にお勤めということですが、詳しくどんなお仕事をされているのか教えてください。普段の交番勤務では、巡回連絡を通して、管内住民の、意見や要望に応えたり、あと事件事故が発生した際は、その現場に赴いて、その対応をしたりしています。また自分は、山岳救助隊として、4月から隊員として任命されたんですけど、山岳者の遭難の事件だったりそういったことがあった際は、その現場で対応したりと、そこでの、対応のために普段は山岳の登山訓練だったり救助訓練を主にやっております。先ほど警察官になった動機が人の役に立ちたいということでしたが、実際警察官になってみてこの仕事のやりがいだったりとか、なってよかったなって思うことはどんなことがありますか？なってよかったと思うことはやはり地域住民の方の、方がその対応された後の、笑顔でありがとうございましたというところに関してはやはり自分もやってよかったなと思います。自分もまだまだ未熟ですが、そういった、その感謝の気持ちを持たれるような、仕事をこれからもしていくように日々頑張っていきたいと思います。はい。ではちょっとプライベートなこともお伺いしますが、24歳ということで結婚願望とかはどうですか？もちろんありますが、現在ちょっと彼女がいないんで早くちょっと見つけられるように、そうですね頑張りたいです。どんな人がタイプですか？好きな人のタイプは、笑顔が素敵でちょっぴりお茶目な感じの格好で、自分の頑張りを認めてくれるような人がタイプです。はい。じゃあそんな人と、阿蘇でお出かけデートするならどこに行きましょうか？そうですね、自分もまだ阿蘇の観光名所とか、そのカフェだったりとかはあまりちょっと行けてないんですが、そういうところもし彼女ができた際は、自分からこそいい店見つけてそこでゆっくりカフェしたりで、自分の趣味がランニングというところで、一緒にその相手の方もそう動かすことが好きなのであれば、この大自然の阿蘇の土地で一緒にちょっとランニングをしたいなというところで、はい、思います。最後に職場の PR をお願いします。はい。阿蘇警察署は、今年の8月から、宮地地区から黒川地区に移転し、素晴らしい環境の下で私たちは、勤務をしております。その中で施設だけでなく、そこで働く警察官も24時間市民の、治安や要望に応えたりしている警察官ばかりで、頼りがいのある方たちがほとんどです。これからもその市民の、地域安全のために、尽力を尽くしたいなと思っていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。また、ちょっと PR とは少し離れますが、ここで、110番の日の広報も少しさせていただきます。来月の1月10日は、その名の通り、110番の日というところで、普段皆さんも110番された方いるかもしれませんが、110番をする際はいつどこで何がなどの、要領で落ち着いて話すようにしていただきたいのと、発生場所については、周りに目的地などがある際はその目的地を言っていただければいいなというふうに思います。またその110番通報に関しては、警察に対しての緊急の
手段でありますので、いたずらでの通報は絶対にしないようによろしくお願いします。今月は阿蘇警察署内巻交番にお勤めの野田さんをご紹介しました。では最後に警察官らしく敬礼でお願いします。はい、行きます。せーの、フレッシュマン。